こんにちは、サポートプラン塩田です。本日の動画は伝統長屋の切り離し解体工事の現場に来ています。奥に見えているのがね、1、2、3、4、4個口の2階建ての長屋となります。それの北側半分をね、解体する工事です。そして、こちらの1棟2棟は生き残る解体となります。なので重機でいっぺんに引っ張っちゃうとこちらの建物にダメージが生じますので、接続部分は人力で無視って縁を切ってからの解体工事になります。では2階に行きましょうか。まあこう見てもらったらもうこっちが壁を叩いて人力で解体しています。でこちら側がね、残す面の壁となっています。こう見てもらったらね、針でくっついてるんですね。このまま引っ張っちゃうとこっち側の家が倒れてしまうんで、倒れないように人力で切り離して、解体を行っています。では2階に行きましょう。もう切り離した後なんですけども、壁が老朽化しないように今養生のブルーシートで覆っています。これがねずっと続いていたんですね。で続いていたのをもう切り離して壁を倒していって解体していくという作業になっています。重機でいっぺんにバザンといけないので、やはりこうやって人力で手でチェーンソーで取って、バールやバチでバラ板を剥がして、桟木を剥いて、で芝として積んで、で徐々に解体していくというのが手順ですので、あまりねいっぺんにグッていったら残る建物に歪みが生じたり今後良くないような状況になりますので、それが一番重要な点ですね。まあこうやってパーッと見てもらって、最後にね大工さん入れて、壁じまいをして、その時にまた動画を撮って、完了のご挨拶をしたいと思います。だから壁倒します。倒れました。ありがとうございました。長屋の切り離しの解体は住んでる人が別々なので、解体する前にきちんとご挨拶をする、もしくは隣人の人ときちんとお約束の切り離し合意の契約なりに合意書を交わしておくというのが一番大事だと思います。なぜそういうものを結ぶかというと、まあ後で言った言わないとか、こういうふうになるとは思わなかったとかいうようなね、終わってからのトラブルを避けるためです。次の人がまだまだ住んでいくので、その人たちのね、性格を害付するようなことをお互いあらかじめ、きちんと約束しておきましょうというような取り決めをするのが一番大事だと思います。以上です。